いらっしゃいませ、あらこんにちは、こりゃどうもこれからお出かけ、街を行けばどこかで声がするような優しい店先、お豆腐を買って、お肉を買って、それからクリーニング屋へ。今日はどっちのスーパーへ行くの？おもちゃ屋さんの前通るの？明日はお父さんお休みだったら、ホットケーキ作ろうか、お昼も食べたら川まで行って、お釣りしようね。今日はカラオケ、明日のお弁当は海苔といつもの卵焼きがいい。七時になってテレビ見るなら、宿題早く終わらせて、机の上が散らかってるから、怒られて泣きべそ書いた。オレンジ色の明かりはつけててね、怖い だから何にも怖いことないよって笑う。一緒に寝ようよ、今日はお布団、明日のお弁当は海苔といつもの卵焼きでいい。明日はお父さんお休みだったら、ねえキャッチボールしてよ。本屋によってコロコロ買うの、お小遣いちょうだい。今日はスパゲッティ、明日のお弁当は海苔といつもの卵焼きがいいのに。お花を買って銀行も寄って、水屋のお菓子もなかったね。今日はどっちのスーパーへ行こう。おもちゃ屋さんの前通ろう。お母さん！ありがとう。